いた王子。幼少より類いまれなる戦闘力を有し、同族のみならずフリーザ軍の中でも注目を浴びる存在であった。しかし彼もまた数奇なる運命を歩み始めることになるのである。これはその始まり、果てしなき物語の一端。死ぬ気でかかってこい。サイバイマン相手ではこの程度が限界か。崩壊しても遅いぞ。ケラモノ臭いぞ。つまらないな。もう終わらせてしまうか。崩壊しても遅いぞ。崩壊しても遅いぞ。もう終わりか。バカな、あの強化栽培マンたちを。何がバカなもんか。ベジート様はあれでも手加減しているぐらいだぜ。末恐ろしいガキだ。終わったぞ、早くゲートを開けろ。了解。さすがですな。くだらんおべんちゃらはよせ。こんな星にいたんではちっとも強くなれない。フリーザ様にどこかまた占領する予定の星を一つもらえるようねだってみるかな。またですかい。ん？よう、ベジータ、今日もつまらんトレーニングか。随分とお暇なんだな、サイヤ人の王子様は。な、キュイ、貴様こそ暇なようだな。そのつまらん俺に会いに来るほどにな。チッ、相変わらず口の減らねえやつだ。せっかくお前の相手をしてやろうと思ったのによ。相手だと？貴様がか。なあ、そうだ。知ってるか、ここ最近俺様とお前とがライバルだって噂されてるって。よ、どうやら戦闘力が近いからってことらしいが。冗談きついぜ。この天才キュイ様とたかがサイヤ人の王子様とがライバルだなんてありえねえぜ。なあ、たかが。今の言葉はベジータ様に失礼では。俺はベジータと話してるんだ。三下は引っ込んでろよ。どうだ、ここらで白黒つけとかねえか。どっちが上かはっきりさせようぜ。いいだろう。しかしベジータ様はさっきまでトレーニングを。かまわん、あれは準備運動に過ぎん。それにこれくらいのハンデをくれてやった方が奴のためだ。ちっ、つくづくイラつかせやがるな、てめえは。だが、そんな口を聞けるのも今日までだぜ。準備が整いました。いつでも始めてください。やりすぎちまうかもしれねえ。死ぬ前にちゃんと降参しろよな。
その言葉そっくりそのまま返してやる。君の力を見せてみろ。その全てを俺が上回ってやる。大した度胸だな、キュン。その根拠のない自信だけは強化してやってもいい。口の悪い野郎だ。やっつくせやがる。お互い様だ。やるじゃないか。余裕かましてやがる。さっきの栽培マンどもではここまで楽しめなかった。少なくとも栽培マン以上だ。褒めてやる。てめえ、なめた挑発してくれるじゃねえか。だったらもっと本気で来ることだ。本気を出す前にやられてしまっては悔しかろう。ビシーズ、すまえ。俺と貴様がライバルという噂が流れているんだったか。だがこの程度では話にならんな。貴様はたかがサイヤ人の王子にも劣る存在だ。こんなことこれで頭の悪いお前でもどちらが上か分かっただろう。そんなバカな、なぜお前ごときがこれほどの力を。俺はこれまで絶えずトレーニングを続けていた。たとえ栽培マンのような雑魚相手でも少しでも強くなるために手は抜かずにな。貴様のようにぬくぬくと過ごしていたわけじゃない。お前は俺より弱い、分かったな。いいだろう、今回はこれで見逃してやる。今回はてめえがトレーニング後ってことで少し手加減してやっただけだ。次は必ず貴様を潰す。手加減抜きで本気の力でな。次とは言わず今でも構わんぞ。俺はこれから仕事があるんでな、貴様の相手をしてやる暇はもうないんだよ。いけ、覚えている。近いうちに必ずお前をズタボロにしてやる。あの、もうよろしいのですか。うるせえ、俺は忙しいんで。いや、正直スカッとしましたぜ。奴がくだらんことを言うから立場の違いを分からせてやっただけだ。サイヤ人の恐ろしさを味わって今頃きっとめちゃくちゃ悔しがってますよ。だが奴の実力は偽物ではない。おそらく次に会う時はさらに強くなっているだろう。そうでなくては奴の存在理由はない。俺が強くなるためにせいぜい利用させてもらう。そのためのライバル関係という言葉は案外都合のいいものかもしれんな。おお、さすがはベジータ様、そこまで考えているとは。あのベジータ様。なんだ。実は先ほどのトレーニング中に連絡が入っておりまして、地上げに向かう次の目的地が決まったようです。ほう、いいタイミングだ。久しぶりに大暴れできるぞ。腕が鳴りますぜ。出発はすぐになさいますか。それなら私の方から係員に連絡をしておきますが。
いや、その前に挨拶に行く。挨拶？誰にですかい？なんだ貴様、何しに来やがったんだ。ここは貴様のような奴が入ってこれる場所じゃないんだぞ。俺はフリーザ様に出発のご挨拶をしに来ただけだ。その必要はない。さっさと言われた星の地上げをしてこい。いいんですよザーボンさん。フリーザ様、ベジータ、しっかり働いてきてくださいね。ありがとうございます。ほっ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 、礼には及びませんよ。フリーザ様は何と？しっかり働いてこいとのことだ。はは、しっかりとね。え、ま、ベジータ様と俺なら問題ありませんな。まだ到底及ばん。だが、必ず。それでは発進します。お気をつけて。さて、どうやって攻めていきましょう。大した戦闘力はないようですが、かなりの人数が一箇所に集まってるようです。ほう。その他にもいくつかまとまった反応がありますぜ。そこを攻めて力を分散させてもいいかと。まあいい、いずれにしても今回は別行動だ。ナッパ、お前は俺とは逆側に攻めろ。え、いや、しかしそれだと距離が離れすぎて互いにフォローができませんぜ。フォローなどいらん、ただ突き進めばいい。ははあ、もしこんなところで死ぬのならそこまでの実力ということだ。脆弱なサイヤ人など必要ない。わかるな？は、はい。そろそろ始めるとするか。いいな、手加減はするな。サイヤ人の力を存分に発揮しろ。行くぞ。はい。さて、どこから遊んでやるかな。この俺に狙われるとはつくづく運のない奴らだぜ。ザコメ、せいぜい楽しませてくれよ。もう終わりか？ザコ。さて、ぶっ潰してやるか。じゃあさ。ゾロゾロと集まってきやがったな。少しは楽しませてくれよ。さてと、お手並み拝見といこうもうこいつも大したことないな。
ザートばかりでバタバタしくなってきたぜ。今日はウォーミングアップでおしまいになりそうだ。さってやる。愚か者が。お前しゃ。出やがって。ナッパ、状況を報告しろ。はい、こちらは2割ほど片付きました。そうか、敵の拠点を見つけたら必ず破壊しておけよ。了解しました。ご忠告ありがとうございます。お前しっ派手にぶっ壊れやがった。ベジータ様、そっちは大丈夫ですかい。ナッパよ、そんなことを心配する暇があるのなら一人でも多く片付けることだ。お、はい、すみませんでした。通信終わります。ザコメ、さて、この辺の奴らをぶっ倒すとするか。さあ、何匹でもかかってきやがるんだな。むしゃー、全部まとめて、コッパみじんにしてやる。ゴミ掃除を始めるか。喜ぶがいい。超エリートに遊んでもらえるんだからな。どうした、その程度か。もっと俺を楽しませろ。俺たちに狙われたが最後だ。貴様らに未来はない。
者が飛ばして、なんだ、もう終わりか。ここもあっさり終わったな。次に行く前にきれいに掃除してやるか。一匹残らず殲滅してやる。そうじゃ。どんな大勢で来てもこの俺には勝てんぞ。超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを見せてやろう。ここが貴様らの墓場だ。じっくりと痛めつけてやる。全員跡形もないほどバラバラにしてやるぜ。つまらないとバカにだ。次はフリーザ様にもっと楽しめる星をお願いしないとな。サボってないだろうな。もちろんです。こちらは半分くらい片付きました。
全ての拠点を破壊しておけ。一つでも残っていたらただじゃ済まさん。肝に銘じます。俺はこれから残ってる奴らを片付けに行く。行ってらっしゃいませ。ザーコメ。ゴミどもがうじゃうじゃ嫌がる。ここを潰せばこの星の制圧は終わりだな。逃げても無駄なのは知っているようだ。遊んでやるか。地獄を見せてやろう。脆い奴らだ。まるで手応えがない。だが俺は容赦せんぞ。どんなゴミが相手だろうが徹底的に叩き潰してやる。サイヤ人に狙われたことを後悔するんだな。俺に怯えてやがるな。そんな気持ちでは俺を止めるなどできん。この星ももう終わりだな。ナッパ、戦況を教えろ。ああ、はい。まだ交戦中ですが、8割方片付いたかと。そうか。ならそのまま最後まで潰せ。こっちももう終わる。了解しました。締めだ。
へえ、終わったか。あとはベジータ様と合流を。あ？フリーザ軍からの連絡か。珍しいな、向こうから連絡をしてくるのは。ナッパだ。ああ、聞こえるぞ。ベジータ様、聞こえますかい？なんだ？たった今、フリーザ様より通信が入りまして、なんでも、惑星ベジータが消えちまったそうです。ほう、それで？原因は巨大な隕石が衝突したとかで、生き残ったサイヤ人も、俺たちを含むごくわずかだとか。ふーん、それで？いや、別に、それだけです。この惑星もほぼ全滅だ。フリーザ様にもう少し手応えのある星をお願いしなければな。この時は惑星崩壊の真の原因について知る由もなかった。しかし意志への疑念を覚えたベジータはさらなる強さを求め戦いに身を投じ続けるのである。巨悪フリーザ、そして下級戦士カカロット、三者三様の思惑が交わる。来るべき未来に向けて。